2021年7月23日金曜日午後5時の生放送です。で、5時をもう30秒ぐらい過ぎようとしてるんですよね。おー、いいね、花火がポッと上がりました。皆さんこんにちは。生放送、今日も京都で王さんからですね入りました、ご報告がございましてありがとうございます。今日は、ね、扇風機ね、正確に言ったサーキュレーターをガーッと回しながらね、やってるわけですね。扇風機回してもね、もうどうしようもないぐらい暑い時っていうのもある。あとその扇風機のね、風が当たると体調が悪い時なんてね、調子が悪くなったり、まあ冷房でも同じことかね。だけど風が気持ちいいですよ、風が当たるとね。それでその木金はあのボーリズデイっていうことでね、湖畔の声の最新号で、昨日はなんだっけ、ヤブさんね、フェイスブックでは映画表で、つとに有名なヤブ事務局長殿ですよ、ね、どんな映画表してるかね、ちょっとこっそり生お中高層でね話しちゃうか。でその大谷翔平選手のことをね、ネタでね、ヤブさんが取り上げて編集講義書いてる。でまたそれを私が喋ってる湖畔の声が、それを捉えてですね、関東方面の S さんがですね、シュールな絵ですよねって湖畔の声が映ってて、話し柄は大谷翔平っていうね。でこれ深いよね、その、まあ、夢を見るっていうことがボーリスと大谷翔平に共通してる点だ。そこで2人がもし会うようなことがあったら意気投合するんじゃないのってヤブさんは言ってるわけなんだけども、もう一つはその夢を見ていろいろトライアンドエラーをやるね、人から見たら失敗と見えるようなね、ことだけど、信仰を持ってね、自分として最善を尽くしたんだったらね、ボーリーさんの言葉ですよ、自分の失敗と考えないで、この失敗や故障も神の計画だと考え直す、ね、これ書いてるのがね1950年ですよ。でこの事実は私のこれまでの長いさまざまな経験から固く信じてる。だから近江教大社非常に一生懸命やって、戦前ね、で日本が非常に体制が変化していく、その中でもなんとかフィットしてね、だけど大事なものを守ってね、ボーリスも必死だったわけだにもかかわらず、結局軽井沢にね帰化までしてしたのに、だからもう欧米の価値観では考えられないことですよね。帰化したっていうことはその国の国民じゃないですか。それを、いやこいつ肌が白いからね、帰化してるから日本人なんだよ、なのに外国人って言ってね、うん、それは肌が白い人だろうが黄色い人だろうが黒い人だろうがね、そうですけど、どうも日本のマジョリティの意識っていうのはそうみたいですよね。でこれはボーリズはまあ大正デモクラシーみたいなね、日本の非常にいい時代を過ごして、あ、日本っていうのは近代国家にねなって、それを一緒にね、コスモポリタンじゃないですけども、自分も一緒に日本をね盛り上げていってるんだという意識でいるのに、あ、こいつは敵性外国人バシャッというようなね、もう安易にそういうふうにってなってしまう。また自分だけではなくって、本当に全国的にね、またその非常に、もう無残なね、
むごたらしいね、そういうことが行われる。だからもういかんともしがたいですよ、どんなに優秀な経営者であってもね。それも超えてから後のね、これは自分の失敗と考えなくってもいいんだ、この失敗や故障も神の計画だと考え直す必要がある。これまでの長い経験から私はそう思ってる。ボーリーさんの言葉ね、重みがありますよ。そういうことね、私が今言ったような方面のことは矢部さん一言も指摘してませんけども、うん、まあもっと普遍的に言えば、失敗経験ね、故障の経験で、大谷翔平もそういうことがあるんじゃないの、一生懸命こう夢を描いてね、計画立ててね、それを実現してきたけども、全部全てうまくいったわけじゃないだろうね、失敗だとか、挫折だとかって、それでも続けたかどうかということが大谷翔平にも言えるんじゃないだろうかということをね、まあ矢部さんは、まあ、そういう点でもボーリーズと大谷翔平ってのに向き合うところがあるんじゃないかっていうことを関東圏でね書いてるわけでね、いいこと書きますね、さすがね。それで大見ミッション歴史探訪で亀貝良文さんのことがね出てきたわけですよね。亀貝良文っていうのは富山県の、まあ、信州大谷派の末寺ですよ。末端の寺の18代かなんかのね、今度はあなたが住職ですよっていう、そういう立場にお生まれになった。ところがまあ宗教で、日本語のね、私常々思うんですけど、宗教っていう言葉ってね、神奇臭いんだよね。で、ボーリズの自伝の中に、自分にとって音楽と自然と宗教、この3つのものがあったのは非常にいいことだった。で、この多分ね、リリジョンっていう言葉をね、宗教って訳したのかな。で、アメリカでそういった場合に違うわけですよ。非常にニュアンスがね違う。で、日本で宗教って言ったらね、もう超神奇臭い、カビが生えてそうなね、そういう語感ですよ。だからもっとこう翻訳っていうことをね考え直した方がいいかもしれないですけども、まあ今日的な言い方したらスピリチャリティですかね。で、もっと言えばもうスーパーナチュラルなね、そういう領域みたいなのも含めてのものということでしょうよ。私はそう感じるんだよね。亀貝良文さんが青年時代そういうことに関心を持って、で、そういうことを追求したいので、で、そのこれには書いてなかったけど、日本キリスト教人名辞典には名前なんだっけ、哲学者畑さんじゃなくってね、ちょっとやっぱり出してこようか、ですね、亀貝良文、亀貝良文、あ、西田喜多郎だ。で、西田喜多郎の、まあ、宗教哲学っていうことに触れて、そういうことをすごく勉強したくなって、東京帝国大学哲学科ね、頭良かったね、この人ね。うん。で、その小樽中学校の先生になってね、卒業してから。で、小樽に金森通林の名前が、私の周辺に最近ね、結構よく出てくるんですよね。私の連れ合いの、おじいさんに当たる人って、っていうのは、まあ、岡山の出身なんですけれども、そのまたお父さんもクリスチャンで、亀貝じゃないや、
金森通林が、まあ、伝道にね、岡山に回ってきて、その伝道を聞いて、で、その洗礼のお世話をしていただいて、クリスチャンになった。金森通林とちょっとね、因縁浅からぬものがね、私にもないわけじゃないんですけども、で、その亀貝良雲も、金森通林の伝道集会でね、で、その金森が祈るのを聞いたときに、それに深く感じるところがあって、キリスト教への求道ということをすることになった。これはね、キリスト、これは人命辞典の方に載ってる話ですね。で、その富山に帰ってきて、まあよく、地方ではよくあるパターンですよ。中学校、まあ旧制中学ですよね。教職に就きながら住職ね、上家のやつ継いで、ところがその教会に行くようになって、でそのメソジスト教会のアームストロング宣教師っていう人との出会いがあって洗礼を受けるに導、ように導かれた。で、この関野さんのこれに書いてるのは、そうなんだけど、もうクリスチャンを一遍やめようかなって。そこにウィリアム・ベレル・ボーリスと出会ってね、で、正式にキリスト教信者になることを決意した。洗礼受けたのって何だったんだろうかなって。まあ、やっぱり人によってね、受ける人って意味合いがいろいろ違うでしょうから、まあ、関野さんの説明文はこうですよ。ね、関野さんはどういう文献を当たって、誰の説明に基づいて、こういうふうに書いてるのかって聞いてみないと分かりませんけど、まあ説明をそのままね、お伝えしてるわけですな。でね、近江兄弟社聖書学校っていうのがあったんだね、当時ね。で、その後ね、東京神学社、神学社っていうのは、セオロジーの方の神学ですよ。ね、うん。東京神学社、社は会社の社ですよ。で、上村正久、上村正久ってのは結構日本人の牧師では、まあ、有名人物の薫陶を受けて牧師になった。で、1919年富山新勝教会、だから富山は自分の故郷ですよ、そこの牧師になっちゃったっていうことですね。で、1951年に自伝として仏教からキリストへ、あふるる恩寵の木っていうのを出した。それに、その、近江ミッションですね。ボーリスの働きっていうのが、まあ、噛んでるっていうことですね。で、その湖畔の声にも、何回か亀貝良雲がね、原稿を寄せている。でね、亀貝はキリスト教っていうのは仏教の破壊者ではない、ね、むしろ完成者であるって、仏教が何を求めてるかっていうことは自分が求めてきたんでしょうよ。宗教に関心がある、その神や仏をね信じることによって何が得られると自分は思ってるか願ってるか。で、東京帝国大学哲学科まで行ってですね、一生懸命求めてね。で、結局金森通林が祈ってる言葉を聞いてね。だから朝が来たのね、広岡朝子もそういうとこがあったんですよね。だから明治とか大正時代にクリスチャンになった人って案外、だから祈りってね、大事ですね、大事ですねって言わずもがなのことじゃないけども、理屈じゃなくってね。広岡朝子も名前忘れちゃった大阪のね牧師さん、にそのいろいろアドバイスしてもらってね、礼拝に出たりして、なかなか 理屈としてはねすぐ追いつかないものがあるけど、その宮川牧師が祈ってる時にこの目の前にね、その祈る対象ってのは見えないわけじゃないですか。像があるわけでもないし、
なんか札がかかってるわけでもないし、目に見えないのにね。で、祈る人がこう手を組んで目をつぶってね。そうなんだけど、その宮川牧師がね、あたかもね、目の前にね、誰かもういるかのようにね、父の神様、今日は広岡朝子女子が、この教会においでいただき誠に感謝申します。この方が あなたのことをね、より深くお知りになり、幸いな救われた生涯にお入りになることができるように、あなたがどうぞ年頃にお導きください。まあ明治時代の牧師だからね、そんな祈り方だったかもしれませんね。今だったらもっとカジュアルにね祈るでしょうね、牧師さんね。で、あの広岡そこはすごいそれに感動したっていうことよ。まあこれもスピリチュアリティですよ。だから、あの、アバ父よっていう言葉がね、アバっていうのは何かというと、お父ちゃんって。私も最近つとに本当に思うんだけどね、自分の父親っていうのは実はね、世間ではものすごい偉い人なんだ、偉大な人なんだってもうとてもとてもとても近づくことができないようなね、そういう人物なんだと思ってても、3歳とか4歳とか5歳のね、子供がね、自分のお父ちゃんのことね、遠慮してね、っていうことないわけじゃないですか。関係が良ければ、お父ちゃんって。他の人は社長というか会長というかね、もう超敬語使いまくりでなかったらね、もう緊張しておののいて話もできないっていうようなね、ものすごい偉いね、人物であっても、子供、実の子供っていうことはもう全然そういうこと自体を気にしないでね、お父ちゃんっていう風にね、あの話しかけていくことはできる。またお父ちゃんの方もそれを喜ぶと、そういう関係性ですよ。誰だったかな、そのイスラエルの旅行に行った時に、それはその新約聖書にアバ父よっていう、アバっていうのは、あ、そのイスラエルのあたりでね、ヘブライ語とかアラム語とかですね。で、実は今もその幼児がお父さんを呼ぶ言葉がアッバーってね、呼ぶで、なんかこう電車かなんか乗っててね、ですごいこうお父さんと子供っていう感じのね、で子供がもっと愛らしくね、可愛らしく、でこっちの方ニコニコっとしながら見てくるのでね、あー坊やーとかって、こっちからね話しかけたらね、その子供がね、そのお父さんにアッバーって言ってしがみついた。でその時にそのイエス様がアバ父っていう風にね、あの言える、アバ父って言いなさい、でそういう風に祈ったらいいんですよって言ってくれたっていうことが、どんなにもうありがたいことか。でその根拠はイエス、もう本当だったら、そんなね、近づきがたい天地を作られたね、人間の命を司ってるような神様にね、私たちはもう敬語を二重に重ねても三重に重ねてもね、そんな聞いてもらえないね、もう門前払いっていうようなのが、まあ本当のところ、実際のところ、もうイエス様が身代わりにね、あの人間が受けないといけないような罰を全て受けてくださったから、もう故にあなたたち人間はすべからくアバーアバーっていうふうに祈っていいんですよ。これもうイエス様ご本人の宣言ですよね。だからそういうふうに父に祈れる、父なる神に祈れるっていうことがね、でそのことに亀貝良雲も感動したわけだ。で亀貝良雲はね、まあ、イエス様のことね、その仏教の破壊者じゃなくて完成者である、まあそのことに通底すると思うんだけど、その菩薩中の菩薩である、イエス・キリストっていうのは。だからその我こそがね、少女一般民衆のね、救いの道を開くのである。
如来か、如来中の如来というふうに、だからその輪廻とかね、面白い、ちょっとね、いろいろ思い出しちゃったのも、思い出すのに話しますけど、あるまあその伝道師の先生がね、クリスチャンになったきっかけ、そもそもきっかけが、まあその人結構ね、霊能者じゃないですけど、いろんなこう霊的なものを感じちゃうね。うん、だからといってなんてことないんで、お墓なんかに行ったらなんかいろいろ感じる。ところがね、クリスチャンのお墓に行った時にね、見事に何にもいないっていうのを感じた。だから仏教的な言い方をすれば成仏してるわけですよ、きちっと成仏しちゃってるわけだ。だから何もいないわけだ。で、そのことがすごいきっかけで、その人はクリスチャンになってね、伝道師になるに至っちゃったって、本当の話です。本人から聞きましたから。そういうことってあるんだよね。で、亀ヶ谷良雲はイエス・キリスト様こそ如来中の如来であるとね。うん、イエス様もそういう資格がある方、救う資格のあるお方でね、その自分自身を身代わりとしてですね、まさにキリスト救い主として人類の救いの道を開いてくださった、アッパー父に誓えるようにしてくださった、そういうことを、それはその亀ヶ谷にとっては仏教が目指していること、まあ輪廻からの解脱なんでしょうか。それはそのもうイエス様が成し遂げてくださってるんだから、イエス様ありがとうございます。あともう一つね、大事なことは、神様に対して、まあ、正直だっていうことです。で、正直だっていうことはね、私はね、言われてることがよくわかりませんとかね、気に食いませんとかね、今こういうことが起こってるのは私はね、すごく嫌なんですとかねそういうものの言い方をされるのはすごくね、気に食わないんです。で、そういうふうに祈っていいっていうことなんですよ。もちろん感謝しますね、神様、あなたはこんなことしてくださったと思ってね、感謝します、それはもちろんね、どん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 祈るべきだけども、本当に神様の前に正直であるということがあって、そういうところがね、日本のキリスト教ってね、ええかっこしいっていうかね、あったかもしれないなっていうか、もっとこうカジュアルにっていうかね、そういうキリスト教信仰であればいいのにな、なんかね、ドヨーンってね、重いんですよね。そういうものじゃないんです。もう神様の方に、イエス様に私たちの重荷を委ねていくことができる。文句を言うことさえできる。でもそれを毎日やってたらね、なんか自分の気持ちもまた状況っていうものもね、動いてくる。で、神様の方がいろんなことを教えてくださる。確かにそういう導きがある。それは祈ってみないと、体験してみないとわからない。ね。今日はこの亀ヶ谷良雲先生になりかわってですね、言わせていただきました。もう一回しないといけない。亀ヶ谷良雲とね、その アームストロング宣教師との因縁話っていうのがね、あって、これも感動的な話で、そこまで行こうと思うんですけど、とてもそこまで行きませんでした。で、お聞きになったら、あなたに天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにと、お祈り申し上げつつ、今日の生放送ね、これにて、おむすびとお開きとさせていただきます。明日は最後の放送になります。お聞きいただいて誠にありがとうございました。